京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のウエスタンシャイン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ファイティングミサイル、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。 AP ジェット前に行きそうです。続いていくのが西のフラワー、その外にファイティングミサイル、その隣にメイハイビクトリー、その外にニフティダンサー、堀のウィナー、そのうちに続いています。その隣にランドローター、ドロットサンダー、 B1 です。内からはユーアビーム、その隣にパイキジュリエット、その外にミスタースペイン、その外からワイドバトル、その隣に日本ピロプリンス。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭はマルブツサンキスト、2番手はドロットサンダー、絶好の手応えです。西のフラワー3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってドロットサンダー、西のフラワー先頭、2番手はドロットサンダー、残り 200m 西のフラワー先頭だ。残り 100m、 2番手はドロットサンダー、西のフラワー先頭だ。西のフラワー1着、西のフラワー1着、2着はドロットサンダー、これが最強女王だ。西のフラワー